山下ひで子、断捨離ヨガ、眠りのヨガのスタートです。眠りのヨガは今日一日生かさせていただいたご恩に対して感謝をするヨガですね。さあ、体をゆっくりと時に放ちながら感謝のヨガを始めましょう。はい、ではね、軽く、そうですね、こうやって座れない方もいらっしゃるかと思いますね。膝を曲げるのが辛い方は、前に足を伸ばした状態でも構いませんので、無理のない状態で体をゆっくりね、体とゆっくり会話をしていきましょう。はい、ではね、体を揺らしていきますよ。揺らしていく、それはきっかけね。揺らしていくと体が自然に揺れていきます。揺らすのではなく揺れる、ほぐすのではなくほぐれる、力を抜くのではなく抜ける、これが断捨離ヨガの大きな特徴ですね。体が私たちに課している制限を外していくのではなく、外れる感覚を味わっていきましょう。さあ、今日一日ね、なんだかんだといってもね、体って歪んだり偏ったり凝ったりするんですね。それを一気に、そうですね、一気にではないですね、ゆったりとした気持ちで解き放れていくと、深い眠りがあなたに必ず訪れますね。さあ、この今日のようなね、多分布団の上でやってる方も多いかと思います。どうぞそのまま眠たくなったら横になってね、そのまま朝までゆっくりと寝てくださっても構いません。はい、揺れましたか。はい、じゃあ揺れながらね、右手を横に上げていきます。はい、そのまま上に持っていきます。上に持っていきます。はい、揺れながら下ろしましょうね。小さな揺れで構いませんよ。はい、反対上げていきましょう。上げていくのではなく上がるという感覚をね、掴んでくださいね。はい、下ろします。はい、です。はい、では両手上に、ここら辺からね、なんかこう上がる上がる上がる上がっていく、そしたら背筋も腰もなんだか伸びるという、そんな感覚ですね。はい、手のひらを合わせて合掌ですね。その合掌体を胸の前に持っていきましょう。ちょうど胸にあるチャクラの前ですね。はい、ご自分の体とご自分の命にご挨拶してください。お願いいたします。はい、手をほどきましょう。はい、もう一度、揺れる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 を楽しんでください。はい、揺れながら、もう下半身はドーンとね、地球の中心に向かってしっかり根付いているような、そんな感覚ですね。はい、おへそから上は揺れながら自然に伸びる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 、その感覚を味わってください。はい、もっと大きく、もっとゆっくりと、もっとゆっくりと、もっと大きく揺らしていきましょう。はい、気持ちはね、こう海の中に漂うね、昆布私は昆布をね、いつもイメージするんですがその昆布ですね、ゆらゆら漂う漂う、でもちゃんと根が張ってるので抜けてどっかに行くことはないですね。はい、はい、じゃあ手を前につくことができるかな。はい、昆布がお辞儀します。息を吸って吐く息で、もう腰丸めて構わないです。お辞儀しましょう。はい、吸って、はい、ここで一息つきましょう。もう力を抜いてしまう。はい、吸って、手を前について吐きながらお辞儀です。腰を後ろに引いて構わないですよ。
はい、じゃあこのまま手を軽くね、ついたまま息を吸って吐きながらお辞儀です。はい、呼吸の時の気持ちは体全体が肺になったつもりですね。肺です。吸ってる時に肺が大きくなりますね。はい、吐く時に体が丸まって自然に全部吐き出す、そんなイメージですね。はい、息をもう一度吸って、はい、肺ですよ、肺ね、はい、吐く、はい、丸くなって吐き切ったら、そのまま自然の呼吸でいいので、10秒だけその姿勢をね、体がどこが痛いかな、どこが突っ張ってるかな、いや、どこが気持ちいいかなというのを感じながら、10秒だけその姿勢を維持しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。ゆっくりと起きてくるね。はい。息を吸って。はい。一息つきましょう。はい。では、体にね、ちょっとひねり、ねじりを変えましょう。右ですね。膝伸ばしてても構わないですよ。はい。右側の膝に左の手を持ってきますね。持ってきます。ねじれましたよね。はい。こっちの右側の手が後ろつけるところでいいです。これだけでね、なんかここら辺が突っ張るなという感じがあるかもしれませんね。その、今度はね、これとてもヨガで大切なところなんですね。今、突っ張ったりしたところでね、ここで呼吸をする気持ち。ここから息を吸って、ここから吐き出す。はい。吸うときに、この痛みを感じるところに、ね、癒しのエネルギーが入ってくる。そして、吐き出すときは、ここから吐き出す。その痛みが外に出ていく。そういうイメージですね。はい。では、ひねりましたよ。頭は膝の方を見ててください。はい。痛み感じてくださいね。痛みだなと思わないで。はい、息を吸って、はい、吐く息で、痛みが痛いところから出ていく。はい、出ていった後は、癒しのエネルギーがそこから入ってくる。はい、吐く。出ていきますよ、痛みがね。もう一回やれば大丈夫。はい、息を吸って。はい、吐く。はい、そうしたらね、痛みが消えましたので、またまた体を沈めていくと、次の痛いところがね、出てきますね。痛みを感じるところです。これで今と一緒、3呼吸です。はい、エネルギー、癒しのエネルギーを、ここから取り入れて、はい、そして痛みを吐き出す。はい、吸って、エネルギーが入った。はい、吐き出す。エネルギー、痛みが出ていく。はい、そうするともっと自然にね、倒れますよね。はい、息を吸って、エネルギーが入ってきた。はい。全部吐き出す。はい。ぐーっと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 自然に体が落ちていく。はい、そこでまたその姿勢をキープしながら10秒。1、体を感じてね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ゆっくり起きていきましょう。はい、息を吸って、一息で。はい、反対側もやっていきましょうね。左右に多分差がある。かもしれませんね。その差を感じてくださいね。はい、膝を左だから右の手をつけますね。こちらは、その、そこに添えるような感じ。はい、そしたら、こ
突っ張るかな、4日本当が突っ張るかもしれませんね。その突っ張ったり痛みのあるところで呼吸をします。呼吸をします。はい、息を吸って、はい、吐く。痛みが出ていく。はい、吸って、エネルギーが入ってくる。はい、痛みが出ていく。吐く。これ力がどんどん抜けていきますね。はい、吸って、はい、吐く。はい、一回の力抜けてきましたよ。一旦戻ろうかな。はい、息を吸って、はい、吐く。はい、じゃあもう一度ね、今よりもさらに深く自然に倒れるはずです。そうすると違うところに痛みが出てきますよね。はい、そこでまた、ね、癒しの呼吸をしましょう。はい、息を吸う。癒しのエネルギーが入ってきた。はい、悪いもの、痛いもの全部吐き出す。はい、呼吸をするたびにどんどん力が、ね、抜けていきます。息を吸う。はい、吐く。はい、そして息を吸って、はい、吐きますよ。うん、はい、力抜けてますね。そしたら頭がどん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 落ちていく。自然に落ちていく。はい、そって、あ、どこが痛いかな、どこが伸びてるかな、どこが気持ちがいいかなと感じながら10秒自然呼吸です。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、ゆっくり戻りましょう。息を吸って、はい、吐く。さあ、思った以上にね、体がね、左右にね、深く自然に沈んで。 DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そしてさらなるお得の情報はこちらからゲットしてくださいね。